どうもー、たべやんでーす。天外魔境2、続きやっていきたいと思います。前回まではこちら、京都御所で入山許可証を手に入れ、大明国へ白山に入山しました。白山ではこちら船があるらしいですね。神多多の船、続きやっていきましょう。さあ、敵は強いと思いますけどね。来た、イケボ来た。さあ、歌舞伎一人で5連発いってくれ。これ決まれば気持ちいいぞ。オッケー。さあ、現在25段、次の26段まで2人とも1100ちょっと、だいぶ遠いね。さあ、なんか登っていってる感じか。お、お宝、なんだ。あー、根の一族潜んでた。ふざけんな。また出たヒラメ。当たるけどね。さあ、6連弾行きたいけど、マンジバルなかなか回ってこない。マンジバル素早さ遅いな。さあ、怪盗木枯らし、6連いけるか。残り3つ、決めちまえ。よし、お、90の得って過去最高じゃない。いいんじゃない。お宝、夜の霊薬、霊眼、なんだそれ。不明え、どういうこと。笑い系か。怖くて使えないよね。死なのに。オッケー。ナイス撃破。回復しとこう。何も見つからず。お、関の孫六。これ武器じゃないのか。なんか撃ってた気がするけど。ほら来た。攻撃力4アップ。これは装備して、怪盗木枯らしは持っとくみたいな感じでいくか。ちょっと手に入れたの使ってみるか。痛い。関の孫六。効果なし。え新しく手に入れたアイテムは道具ででも使った方がいいよね。何が効果あるか分かんないからね。さあ、おお、宝箱めっちゃあるな。なんか17個かなんかあったもんね、術使ったらね。はい、めっちゃあるじゃないか。もう数えてはいないけどね。100名丸、はい。知らぬいが結構強いんだよね。通常攻撃、よし。オッケー。完璧に合わせるわ。敵の数を減らす。ライデン、いいね。かわされた。オッケー、しっかり回復しとこう。いや、2人ともあの技の数ね、マックスが増えて体力、精神力ついてきたよね。長く戦えるようになりました。これも
かして行き止まりってことあるか。怪盗小枯らし一発効かなかったね。そういうことあるんだ。オッケー。戦ってる間に段上がるんじゃないかこれ。止まりだったことないよね。オッケー。あ、これ最後？ベニマルの羽織。どうかな。起きた。防御力6アップ。いいですね。もう持ちきれねえ。え、行き止まり。一回退却しようかこれ。一回退却しよう。え、どこだ？え、嘘でしょ？使えないの？なんで？国内、嘘！歩いて帰れってかよ。マジか。来て帰れるか。やったかな。倒された。全然わかんねえんだけど。他に道がないか。もう一回調べ直したいと思います。行くぞ。すぐ横にありました。奥の左でしたね。橋がありました。ただもう歌舞伎が体力の限界。いけるのか。知らぬいが結構もう受けるダメージがちょっと減ってきたよね。通常攻撃でいこう。さあギリギリまで。道具もあるしね。もうどんどん使っていこうか。養老丸。全部使ってもいいぐらいの気持ちで。養老丸2つ。 OK。 若草。船を手に入れたい。なんだこれ。なんか銅像みたいなのあるぞ。歌舞伎目いっぱい行け。当たらないな。怪盗小枯らしはまだ手放せないね。これ以上強いなんていうの、パスモード手に入れたらね考えるけど。またかわされた。オッケー。これ何？右なんかある？ないね。オッケー。一歩道。これは苦労した分得意が大きいからいいけどね。こいつら火だね。わざなくなったら手動で怪盗小枯らしでもいいんだけどね。操作が面倒なんで。怪盗小枯らし当たらないときは当たらない。よし。丸はまあね、京都に買いに行けばいいからガンガン使っちゃおう。
若草の次の回復術も覚えたいよね。うわ、広いなここ。また橋があって、こっちは何もなし。いや、どんだけ。あ、全部当たらない。鬼火連発。アンジマルの欲しいのは素早さだよ。あぶねー。これは百名丸歌舞伎にもう一回任せるしかない。あと600ぐらいかな、得段までね。結構最近戦闘重ねてるけどな、京都でもね。あ、残り400。使っちゃおう。夜の霊薬、いざという、もう死ぬっていう時には使おうかな。効果わかんないけどね。橋渡る前に上、あ、行き止まりね、オッケー、一本道だ。で、これは上か下か。あ、こっちも行き止まり、上だけだ。これ下も行けるのか。あ、行けない。あ、船か。ついに到着したぞ。見えたぞ今。ギリギリの戦い。早く、ここで死ぬわけにはいかないぞ。知らぬい。来た、ついに。やったぞ。大鷹の船に乗り込んだ。あ、水流れる。そんな仕組みになってたの。やったぜ。さあ外に行けるのか。あ、さっき橋渡ってたもんね。あ、そんな仕組みになってたんだ。行けるのか。おー、琵琶湖に出ました。意外に小さい。あ、なるほどね。じゃあ、中央、あ、ここかな。これなんだ。何これ。え、降りた。あ、降りれました。なんだここは。日の一族よ、私はお前たちを生み出した母なる者の魂。あ、っていうことは、神様のことか。マリかな。私の血を受け継ぐ愛しい者たち、今はまだお前たちに語ることは何もない。七本の暗黒乱を切っての地、再びここを訪れるのじゃ。よいな、決して忘れるではないぞ。え、一番最後に来いっていうこと。わかりました、メモしておきましょう。七聖剣を集めた後に、琵琶湖中央のマリの魂へ。メモしておきました。さあどこ行こうか。これ琵琶湖の西側にも行けるよね。うん、いろいろ行けるよね。まずは琵琶湖の西海岸なんかあるね。あそこ行ってみようか。行くとこいっぱいあるね。よし、近江を探索だ。知らぬい。あ、ちょっと待って、回復してない。あ、大鷹砲の攻撃。
あ、それはありがたいけど、ちょっと待って、ちょっと作戦手動でいこうか。回復、そしてこっちは怪盗小枯らし。知らぬい3体はきつい。な、効かない。もう片方も助けてくれないのか。怪盗小枯らし、宿屋泊まりたいよね。これただあれかな、また術で飛んで帰ると船なくなっちゃう気がするんだよね。それが嫌だから歩いて帰ろうか。まずは町に生きて帰ろう。ここからまっすぐ下。ちょっと待ってよ、回復して。よし、なんとか生き延びました。28両安いじゃないか。オッケー、さあ2万両持ってますけど、いらないものを売ろうか。結構溜まってるよね。道具、夜の霊眼、500両か。まあなんかわかんないけど、アイテムで使うか。あと武具ですね。怪盗小枯らしは残して、海賊の銅、え、大きな酒樽売れないの、何これ。よくわかんない、折れた銅。ここ、はい、なんかこれ買ってみたんだけど使うとこ今んとこないよ。これでいいか。で、買うもの、そうだね、まあ、特にないかな。これ7700で手に入れましたね、関の孫六。怪盗小枯らしはまあ残しておきますかね。玉虫の羽織、まあいらないかな。はい、拾い物でなんとかやっております。お金なくなるイベントとかあるのかな。なんとなくそれが怖いんで、2万両預けとこうかね。と、夜の霊薬も預けとこう。富くじね、ほら預けることできないんですよね、なぜかわかんないけど。酒樽も預けとこう。そういうイベントで必要だったら引き出して使いましょうかね。よし、行こう。宿屋泊まったからセーブしておきますね。よし、船はもちろん残っている。さあ西のここかな。特にだし、何これ、隠し地里とかないか。おお、なんだ、はじめまして、油棒。歌舞伎愛に知能が上がった。なんだそりゃ、なんか変な術使ってきたよ。うわー、めっちゃ出てきたな。絶対攻撃ができる巻物欲しいよね。怪盗小枯らし、あ、ブラボーに効かない。仲間呼ぶの。じゃあこの火種からやっつけるか。火種もなんか仲間呼びそうだもんね。氷の刃、通常攻撃でいく。よし、通用するぞ。オッケ
あ、もうちょっとで段上がるね。え、あ、ちょっとしたところはもうさっき行ったから OK。 じゃあ地上から行くか。西側に行くのはちょっとまだ控えておきましょうかね。まだ越前で行ってないとこ、あ、越前に向かってね向かう道行きたいけど、まあこっち、そうだね、ここ行くか。北上して、あ、普通の川になってる。こっからこれ橋渡れ、あ、渡れないんだ。あ、城見えた。今んとこ西側に行くためだけの橋だね。なんか見えた、お城。彦根城か。お、なんだ。黄泉様に申し上げます。また出てきたよ、この3人。前島たちは白山に封じられていた大田田の船を引っ張り出し、見事琵琶湖を渡りました。え、もちろん琵琶湖の秘密には気づいておりません。次の手は打ってございます。ヨミ様もよくご存知のあの娘を呼び寄せてございます。来られよ、ハマグリ姫。ハマグリ姫、火の一族の力とハマグリ姫の幻、どちらに分があるか、ヨミ様ならお分かりですな。ハマグリ姫、新たな敵か。あ、金沢の町ですね。金沢来ました。情報収集したいと思います。東の中国に根の一族の城が現れたって聞いたんだがね、噂だから確かめようもないが。な、驚くなよ。一度にな、10個ぐらい根の城ができちまったらしいんだ。噂だよ、ただの噂だと思うぜ。10個も。何ここ、すごいね。宿屋が2つもある。こんにちは。輪島村に人魚の見せ物小屋が近々建つそうだよ。しかし本物かね、人魚なんてな。輪島の場所はな、山を挟んでずっと北だよ。こんな時に場所まで聞いて、あんた見に行くつもりかよ。スケビに命をかけても誰も褒めてはくれないぜ。人魚越前の情報、人魚村があるっていうだけですね。越前情報収集しよう。誰もいない、止めてもらうか。お願いします。はい、どうも、セーブしておこう。さあ、新しい武器防具あるかな。ワクワクするよね。特になし。上には誰もいない。こっちは通れない。こんにちは。この町から出たいなら殿様を説得しなきゃ無理よ。塀の橋上げちまったからね。なに、説得って言ったって、あんた世間知らずの殿様を騙すくらい私にだってできるわよ。どういうこと？え？出れなくなったの？買い物にお金持っていこう。ここんちの殿様には泣かされるよ。いくら根の一族が怖いからって予告もなしに橋を上げやがって。町から出してくれよ。家に帰りてえよ。どうせ死ぬんなら母ちゃんやガキのそばで死にてえよ。
養生してるんだ。この家のおばちゃんね、一人息子が永平寺でお坊さんになる修行やってんだって。でも永平寺って福井の方でしょ。暗黒乱が出たからきっととっても心配だと思うんだ。ほうほうほう、民家かな、この辺り。南の福井村に暗黒乱が咲いたのよ。永平寺のお坊さんたちが不眠不休で祈祷しているらしいんだけど、どうなんだろうね。あ、南にちょっと戻らないとね、越前行く前に。おお、お主火の勇者かい。この国じゃ火の勇者の評判は今一つじゃな。というのもな、千年前の戦争の時、この国出身の火の勇者ってのが仲間をほっぽって逃げ帰った弱虫らしいんでな。千年も前のことでも東京の者としてはあまり自慢できた話なじゃないでな。触れてほしゅうないんよ、その辺。そうなんだ、そんな伝説が。この金沢の殿様は富山の殿様の兄貴よ。兄弟で越前越中越後の越の三国を治めてるってわけさ。あっちは不言実行の偉い殿様、こっちは口ばっかのダメ殿でよ。取っかえてもらいたいぜ、まったく。評判良くないね。お殿様は堀の橋さえあげれば根の一族が襲ってこないとお考えになっているようなんだけど、私は知ってんの、あれじゃダメよ。だって見ちまったんだよね、根の連中が空を飛んでるの。そうなんだ。はい、道具。七色の鉄線、一気の桑。攻撃力52、結構高いな。48、え、60あった今。ちょっと待って。あ、52、あ、こっちの方が強い、マジか。え、ただ命中率低いとかそんなんあるのかな。ちょっとキープしとこう。さあ、武器は関の孫六まで。あー、新しい、あ、月光の銅、守備力52、これいいね。月光の銅、守備力52、ちょっと待ってね。あ、52、あ、両方いいね。2人分買うか、52。ここで投資しちゃいましょうか。買っちゃおう。月光の銅2つください。一気にお金使っちゃいました。来たね。月光の銅、これ歌舞伎守備力7アップ、いいですね。売っちゃいましょう。怪盗小枯らしは売る気がまだしないね。はい、オッケー。2階は誰かいますか。誰もいない。 OK、 くまなくチェックしよう。こっちの宿屋は情報収集だけ。あ、誰もいない。あ、いらっしゃった。西の川っぺりに停めてある船ってあんたの船。さっき5人組の男がゾロゾロ出てきたけど知り合い。どういうこと？お前さんが飛騨の出身かい。福井に暗黒乱が出るまでは南へ下ればお隣の国だったのにな。そっか。さあ、お城の中入りましょうか。預かり所に全ての武器防具巻物を預けてこられたであろうな。いいえ、根の一族が現れたからというもの、殿の命で城には丸腰の者しか入れぬようになっておるでな。ご面倒でも預かり所に行って預けてから来てくだされ。めんどくさいやつ。ということで、次回丸腰でビビリの殿様に会いたいと思います。それではまた、さよなら。